人も逃げ延びることはできん。この先でサウザーを。お通りになるぞ。おお、でかくなったな小僧。お前の行進、ここで行き止まりだ。うん、でかい口を聞くようになった。なぜ構えぬ。俺の剣、なんと鳳凰剣に構えはない。構えと防御の数、我が剣にあるのはただ制圧前進のみ。伏せろゲローども。俺の剣の前でお前の動きなど止まってみやろは。それはどうか。お前の剣はすでに見切った。飛行陣中局をつい、貴様の命はあと3秒。ケンシロウがサウザーに戦いを挑んだとの方が。ある謎を解かぬことにはケンシロウは勝てぬ。それこそが俺が聖帝との戦いを決しなかった理由なのだ。俺の命があと3秒。面白い。ならば数えてやろう。1つ、2つ、3つ。バカ、確かに飛行ついたはず。ラオウが今日まで俺との戦いを避けていたわけが分かった。俺は帝王、貴様らとは全てが違う。神はこの俺に不死身の肉体までも与えたのだ。おれ、確かに剣の勝負には貴様が勝った。剣の速さ、寸分狂わぬ飛行への突き、さすがに伝承者だが、貴様はこの体に流れる帝王の血に負けたのだ。死んだ人間では人柱にならぬ。生きて埋めてこそ聖帝十字領の魂となる。北斗神拳伝承者を人柱として、南斗聖剣聖帝十字領はいよいよ光り輝くというもの。